はい、どうもピロスと申します。菊池シーズン98 6日目の一戦やっていきます。まずはトリデがレベル5、珍しいところに置くね、こんなところに。次は強行レベル7マックス、うわ訓練所もレベル7、飛行のよっぽど飛行に恨みあるんですね。うわ怖えなこれ。一応まあ大半飛行ですしね、うちも。で投石はレベル1、回復等はレベル1、神谷とはレベル1と。まずは無凸のリシティア、ほぼ自前かな。うん、不動持って待ち伏せ係ダブル応援。次に無凸の、伝承アクア、水のシーズンじゃないですよ。あでもユン抜いてるからあれか。うん、自由ですね。うん、でほぼ自前スキルに攻撃の大紋章。次にジュッドスニーバス、隔離してますけど今回ちょっと悪さしましたね。うん、出てこないで欲しかったあでもまあうんうんうん、これはマジで やってますね右に置いて失敗してます。で攻撃のフィント、ちょっと喉のあれが、タンが絡む。次無凸のスラシル、純正スキルに飛炎か、こうしますよね。で次7凸のユンネ、瞬撃、マボタッカ、マボタッケ、これ大丈夫か、大丈夫かこれ倒す予定なんですけど、アタックターンに。あー54、こんないく。で最後に無凸のドーマ、ほぼ自前スキルに炎棒ですね。あーちょっと不安なとこあるけど、うん、やってみましょうかな。オルじゃないなんでオルティアさんブルーニャさんはドーマとスユンネ取りたいです。でスラシル浮かそうかなと思ったんですけど、浮かそうかというか受けようかなと思ったんですけど、ちょっとラケス室でも頑張ってもらおうかなと。一応そう緑魔殺し持たせてるので一応お仕事できるんですよね。こう壊してもあれ、あユンヌか、そうですか、一曲いかな、予定狂った予定狂ったぜ。あじゃあ別にこうしといて、どうすかな、どうしよう、ここ本物っぽいよな、良いでしょう、組めばいいのか、本物やね。あそっかそっか、本物やな。でまあ回復の塔壊したし、もうこれで倒せるんなら予定通りやけど、予定通りやけど、あそっか緑魔殺しだからユンでも倒せんのか。入れ替え、あはい必ず渡りました。違う、オルティナの位置にラケシスを受ければ、いやダメだダメだダメだ、それは。諦めるか、スラッシュで受けるしかないかな。どうするのだ、変身もしたいけど、はい、あ別にこうやって受けてもいいのか。上本物確定しとるもんね。ぶちかませば、ああぶちかませば届くのか、それだ、承知しました。引き戻さないといけない、引き戻さないといけない。こうか、こうしてこうしてこうか、これで理想の配置、これでいいね、よし行こう。これならユンヌじゃなくて、スラシルもいただけるはず、最高。神谷とのダメージが入った、はい、でドーマ、
うん、え大丈夫か、54ってかなりやけど。でも扇使える。よし、うわ全然食らってねえ。4の2回、これはひでえな。でこれ倒せる、うん、でぶちかましで、うん、救出できるもんね絶対に。で倒してもらって、うん、これなら安心して。そう、あとはエナジーだけ考えれば OK。 お、結構入れてくるねリッシャーちゃん。やる。でインバー先行く。あとは全力でエナジーを取りに行くだけやけど、間に合うか。とにかく逃げないともいけないし、受けようにもね。あ、一応ナーがいてるのか。かといって結構強いしね。ここ壊して、あと1ターンしのげれば、なんとかなるから。これでも射程圏だよね、左上。もう素直に逃げれば大丈夫っしょ。うん。こと、ここかな。うん。行ったかな。行ったっぽい。で、さあ、で、取っていただいて、これ本物かな。本物でしょうね。ミッションじゃ厳しい。本物で、あ、どっちでもいいね。どうせ最高度かければ、本物でもう OK よ。ビシ50、これはリューションで、はい、いける。せっかくなら行ってもらおうか。うん、うまくいきましたね。ってことでクリアしますと。とりあえずエナジーはここまでパーフェクトで取れてるので、次の一戦からは1個取らずでいけますね。はい、続きまして6日目の防衛結果やっていきます。6日目は1名様いらっしゃって、いやー案の定ですね、完全に。いつも通りっすね。あれです、もう封印類積んできてなかったのでこういうことになっちゃいました。いきましょう。今回久しぶりにあれで見ましょうか、全体のやつ。うん、お名前があのデフォルトネームなので、あ、あれだったんだ。玉露じゃなくて偶像の天狼でしたっけ。あれで取るやつだ。突一もったいね、10突にして買えばよかったのに。ただもうそのまんまですね。なんか高級、あ、これぐらいかな。で勇者なんだ。強いっすよね。速さこんだけでもやっぱりこの鬼神兵持つだけでもう40までいくしね。で相方はラインハルトいませんね。で次に武闘祭ラケシス、あ、連成されてない、舐められたもんですね。で視線アタッカーとしても起用してんのか。65もあれば強いか。強いな、60台くんだこの人。強っ。いやもうラケシスはやっぱりマスターないとね、あれのラケシス早く来てほしいなと思ってるんですけど、めちゃめちゃ強いですしねあれ。でこれ自前スキルですね。で全員で変態飛行。で次に一突のオルチナさん、魔防上げ、ほぼ自前スキルですね。で全員で攻撃魔防の大覚醒とドテンプレ。で次無突のリアーネン、いやいつも言ってるんですけど、絶対リュウションの方が強いですよねってね。守備もちゃんとありますしね、リュウション。で、攻撃力もあるし、見た目でしかね、利点がないしね、リュウションじゃなくてリアーネ。僕ならここ、リアーネ使うならリュウション置きますけど。で、次に一つのナーが、速さ上げ。ああ、やっぱ速さ上げで獅子粉じ入れると、いい感じになりますね。これなら一発ぐらい殴られても、問題ないかな、多分。で、救援なんだ。で、相方アレス。え、相方見てなかったな。
ボリティアンさんは、あ、組んでる。あ、組んでる。アレス。まあ、過去一世風靡したキャラですしね、待ち伏せ。さあ、行きましょうか。とにかく、そう、封印類、全く積んできてないので、左の作戦室でワンチャンあったなぁ、これ。リシテアここに置いてたら、ドーマの位置にリシテア置いてたら動いてたんだけどなぁ。そして動かし方も重かったですね、普通に。うん。で、限界まで引いて、まあ、リシテアをお迎えしたいんですね。うん、あ、ちょうどいい。ギリギリのラインに置いたんだ。これ、あ、雷塔も入っちゃった。もう、あ、結構グイッとくる。帰れる、それ。あ、うまい。うまい。うんめ。うまい。純粋に。このパーティーでずっとやってるんでしょうね。動かし方がうまい。あ、でも、床に乗ってても倒せんの。で、パニック入ったか。あ、でも関係ない。で、ブーツの効果も外れてるし、いやー、うまいな。うまい。普通にうまい。よく見てます、ちゃんと。素晴らしい。で、サイコロかけて、取られましたと。すげえ、このリン。ね、ステータスだけなら全然大したことなさそうに見えるんですけどね。45、33って。こんな強くなるか。攻撃力、あ、57もあんのか。で、速さも40か。なるほど。完全にパーフェクト負けいただきましたと。あー、こうなるんですよね、この拠点。ただまた来シーズンから訓練所が始まるので、こういう、なんだろう、ボーナス拠点を利用したレストギミック拠点また作れるんですけど、やっぱり何もないとこうなりますよね。ほんと見事に、ね、案の定でした。はい。で、この方はラスボスになるかな。はい。で、攻めの方は、今回、今日もいい感じで攻めれましたね。で、はしごって一回使ったか。はしご3残しで、で、エナジーもパークトで取れてるので、次の一戦からは一つサボってもいいという状態になってます。で、もうリベンジ行くとこ決まってますので、その方のところにね、ぶちかましに行きたいなと思います。で、防衛がこういうことですね。あと1日耐えれるかな？今、もうちょっとで、最終日のバリア外れちゃうので、6日目のバリアか、外れちゃうので、ちょっと最終日、下手したらマイナス40つく可能性が高いですね。頑張ってくれ。もうお祈りするしかないですね。何かしらの封印類積んできてもらうしかないので、ちょっとよろしくお願いしたいです。はい。そしたら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。